白州から好きは、中国春秋時代のスワイの政治家。進むの白州の子。京王、皇王、皇、礼王、平王、昭王の六代の王に仕えた。父の白州は、賢人として有名であったが、ある時朝廷で、人ろ父に似ていると言われたのを喜んだ。人ろ父とはかつて文皇に付き従って、賢鉄を知られたが、後に、 その苛烈な性格が、あだとなって殺された人物であった。白州の妻はこれを聞いて不安に思い、筆明という賢人に、この白州からスきを預けた。果たして紀元前576年、白州は三劇の断言によって殺されたが、白州からスきは、筆明の手によって、無事にワイへ亡命することができた。当時のワイは、温和な性格で知られた、強王の時代であった。 京王は白州カラスキを放置を与えた。献身の白州の子として名を知られていた白州カラスキは、その朝廷でも次第に頭角を表していった。紀元前575年、三笹の戦いが起きると祖は進むと戦うことになると進む出身の白州カラスキは京王の背後に控えて進むの内情をこと細かに説明した。しかし、戦い自体は、 白州カラスきとは逆に、祖から進むへと亡命した内奮公がいたこともあって、祖軍の敗北に終わった。それでも、京王の白州カラスきへの信頼は衰えず、大戦後もその側近として、知性を支え続けた。しかし、紀元前541年に、この白宛てが、京王の次男で、霊院の孔子囲いの多い三奪計画に巻き込まれて、殺害される悲運に遭い、 白州カラスキ自身も、紀元前515年、京王の孫の昭王の時期になると疎まれて、中殺されてしまった。この後、白宛てのこの白妃が呉に亡命して、呉軍を率いて、そう、滅亡寸前に追い込んで祖父と父の復讐を果たすが、彼もまた、呉滅亡時に、越王高専に処刑されると、白氏の当主たちは、白州から四代続けて、非号の最後を迎えてしまった。 ありがとうございます。